より小さい2024年8月11日、日曜日パリ2024オリンピック競技大会女子フリースタイル76キロ級決勝アットシャンドマルスアリーナより大きい。動画、レスリング76キロ級強ユートが金メダル獲得。女子最重量級で日本初。パリオリンピックレスリング競技女子フリースタイル76キロ級の決勝が11日にシャンドマルスアリーナで行われた。鏡優斗、22イコールサントリー、がアメリカのケネディ・アレクシス・ブレーズ選手を破って優勝。日本女子初の最重量級金メダルを獲得する快挙を達成した。鏡選手は、日本時間10日に行われた1回戦、続く準々決勝と順調に勝ち上がった。コロンビア代表選手との準決勝では、前半にリードを許すも、後半には得意の鋭いタックルから4点を奪い返し、4-2逆転勝利で決勝まで進めてきた。これまで、女子の最重量級は、浜口京子さんが2004年アテネ大会、8年北京大会で獲得した銅メダルが最高。鏡選手は日本女子史上初めて決勝に進出した。試合序盤、鏡がプレッシャーをかけ、アクティビティタイムによる1点を取るが、その直後、1点を取り返される。第1ピリオド残り10秒でタックルし右足を取るが得点は入らず、1-1で折り返す。第2ピリオドに入り、膠着するも鏡がタックルで2点を奪いそのまま3-1で勝利した。レスリング女子は全6階級でメダル獲得を決めた。